皆さんこんにちは。今回はタミヤのスバルインプレッサ WRC2001 ラリーオブグレートブリテンを作ってみたいと思います。2002年に発売された古いキットですが、ウィンドウマスクが付属していたり、メタルインレットが付く豪華仕様です。クリアレッドやオレンジで成形されたパーツもあります。ホイールも着色済みで作りやすい設計になっていますね。アンダーガードはメカニズムが見えるようにクリア成形です。まずはボディの成形からスタートです。パーティングラインはフロントのライト周りとリアについています。600番のサンドペーパーで消していきます。800、1000、1200と順に削って整えます。同じ色のパーツは接着して作業を進めます。リアウィングですが、ここに合わせ目ができます。瞬間接着パテを用意します。はみ出しはできる限り少なくなるよう気をつけて塗ります。紙やすりを折ったり、ピンセットでつまんだりしながら成形します。パテを全部削ってしまったような気もしますが、確認のためにサフを拭いてみます。消えてないですね。全然消えてませんね。ラッカーパテを塗ります。ラッカーパテは引けが出るので不便ですが、こういう仕上げ作業には向いていますね。しっかり乾燥させたら紙やすりで成形します。サフを拭いてみました。今度はバッチリですね。今回はジオラマ仕立てにします。100均の木製トレイを裏返して使います。迫力ある走行シーンを再現したいので車体を傾かせることにしました。押し込まれたサスペンションはスプリングを削り込みます。こうすることで短くできました。伸びたサスペンションはプラのリングを挟み込みました。これで伸びた側の再現ができました。いかがでしょうか。確かに傾いていますね。迫力あるドリフトシーンを再現したいですね。ライトポットに電飾を仕込むことにしました。未経験なのでいろいろと買い揃えてみました。これが1608という LED チップです。裏側に電極があります。プラスとマイナスを間違えないようにしないといけません。まずは両面テープに貼り付けます。フラックスを少し塗っておきます。ちょんちょんとハンダメッキをします。フラックスを対象物に塗っておくと、小手先のハンダがスルッと流れていきます。ポリウレタン被膜の導線もハンダメッキします。電極に導線を仮置きします。赤い導線をプラスとします。軽くちょんと温めてやれば溶け合ってハンダ付け完了です。できました。 LED は 3V で点灯しますので、ボタン電池で試します。赤い線に電池のプラスを接続します。こうやって一つ一つ点灯試験を行いました。ライトポットの電球モールドを削り落とします。裏に配線を通す穴を開けます。配線を通して瞬間接着剤で留めたらライトの完成です。
ダッシュボードのメーターも電飾をすることにしました。ピンバイスでたくさんの穴を開けていきます。これをナイフでつなぎ合わせます。これで厚いパーツに穴が開きました。周囲をヤスリで整えました。裏側にライトを仕込むケースを作ります。透明プラ板にデカールを貼り付けました。これを上からかぶせます。できました。あとは隙間を遮光すれば OK です。このパーツはカーボンで作られているようです。そこでカーボンデカールを買ってきました。安心のカルトグラフ製です。デカールの苦手な私でも使えそうな気がします。セッター、ソフター、デカールのりを用意します。マスキングテープを貼ります。ペンで型を取ります。切り出して型紙を作りました。これをデカールに貼り付け切り出していきます。曲線はハサミが使いやすいですね。パーツにマークセッターを塗ります。ゴミを挟まないように素早くパーツにデカールを移します。ソフターを塗ってしばらく待ちます。デカールに軽くシワが入ってきたら頃合いです。中心部より外側へ空気が逃げるように押し付けていきます。カルトグラフ製ならばこのようなハードな貼り方をしてもちぎれたりすることなく耐えてくれます。正面部分はハサミで切れ目を入れて折り込んでいきます。当たり前のことながらシワクチャです。さてこれをどうなじませるのか。必殺技をご紹介します。まずはお湯とメラミンスポンジを用意します。メラミンスポンジにお湯を染み込ませて余分な水分を絞って準備完了です。これを先ほどのパーツに押し付けてやると通り馴染みます。このような曲線の箇所も余剰部分がきれいに縮んで馴染んでいきます。正面の部分はパーツを分けて作業します。以上で出来上がりです。ポイントとしてはよく目立つ箇所は1枚のデカールで綺麗に貼ると良いですね。複雑な面は何枚も継ぎはぎして貼っていますがカーボンの模様を合わせていくとあまり目立たないようです。ダッシュボードのカーボンはかなり細かく面を分けました。1面ずつ細かく貼っていきます。複雑なスイッチ類はそのまま上から貼って熱々メラミンスポンジで強引になじませておきました。苦労しましたがなんとか仕上がりました。以上でカーボンデカールの処理が終わりました。何度も失敗して貼り直しを行っています。シワだらけになって本当に大変でした。曲面部分にはカーボンフィニッシュも活用しています。これはヘッドライトのパーツです。
ぐっと引っ張りながら貼る感じですね。薄い金属膜なので曲面に伸びて馴染みます。次回はフィギュアの製作と塗装、内装パーツの自作などをご紹介します。ミリタリーモデラーらしいリアル系の仕上げをどうぞご覧ください。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。